子供のまーちゃんです。道徳心ということで、今回は大切なのは恥を知り心を磨くことということで、修身の方からいきますと、良心というところがありまして、で我らは何か良いことをすると人に褒められないでも自分で心嬉しく感じる、また何か悪いことをすると人に知られないでも自分で気を咎めます。これは誰にも良心があるからです。この良心は幼少の時にはまだあまり発達していないのですが、親や先生の教えを受けて次第に発達し、良いこと悪いことの見分けがはっきりつくようになりますと。そうすると人の指図を受けないでも良いことはせずにはいられないように感じ、悪いことはすることができないように感じてしまいますと。我らは自分の良心の指図に従わねばなりません。辛そうですね。人が見ていないからといって自分の良心の許さないことをしては自分で自分の心を醜くすることになりますと。我らはよく自分を慎んで天地に恥じない立派な人にならなければなりません。なんか聞いたことあるな。なんか高校生が言ってましたね。立派というかかっこいい大人になってくださいみたいなね。明治天皇の御製に目に見えぬ神に向かいて恥じざるは人の心のまことなりけりとあります。これは修身の6年生ですね。まだまーちゃんの方ではまだ修身はそこまで行ってませんね。今回の修身はね難しいです。はい、孟子の性善説の的確な解釈ということで、この良心の話は孟子の性善説にも的確な解釈があるとされています。孟子の説いた性善説は人間は善を行うべく生まれてきた生き物であるが、それを磨かなければ善にはならないと述べている。つまり人は全てが善人であるということではなく、善の心があってもそれを磨かなければダメだということだ、ということで。誰だよみたいな。なるほどね。なるほどなるほど。そうだね、善を磨かないと意味がないと。で、前にも触れたが、日本では江戸中期に活躍した学者石田梅岩、はい、これは保育士でますよ、石田梅岩が提唱した、神学、そう、神学なるものがあり、梅岩は神学で江戸庶民に道徳観を説いていましたね。神学も孟子同様に心を磨きなさいと説いているのですが、
神学が実に、心深いのは、その磨くものが、孟子の、儒教でも、あるいは神道でも、仏教でもキリスト教でも何でも良いと述べている点にあるそうです。世界には様々な宗教があり、それぞれ一つの宗教を信じ従いなさいと教えられてますけども、神学のように何でもいいんだよという教えは世界広しいえども日本ならではの独特の発想ではないだろうかということですね。珍しいですね。人間の中心には心があり、善行をしながらその心を磨いていけばいいと。私の知る限り、このような種ね、生が知る限り、このような発想を持つ国は日本以外にはないということですね。そうなんですよね。日本って多宗教というか無神教というかね、なんでしょうね。本当は神道がありますからね。だから結局は神道って神様がいっぱいどこにもいるっていうから、結局は日本人は神の国の中で生まれて神なんでしょうね、日本人は。ただそれが神武天皇からのその有限的な神であって、だから天皇の子供っていうことなんでしょうね。我々は実際天皇陛下もそういう考えのもとで日本という国をずっとお祈りしてますからね、国民のことを。なんか最近はすごくそこら辺がなんていうんですかね、白い人たちのね、イエスかノーかで分けるような、そういう問題ではないというか、神道は宗教だって決めつけられないような気もします。だから靖国神社にしても、あれは宗教なのかって言われたら宗教ではないですよね。だってあそこはただ英霊になった人をこう、なんでしょう、まあ集める場所っていうか、まあここで供養しましょうっていうような場所なんで、宗教ではないと思いますけどね。それだったら、いわゆる、国の施設にしなきゃいけないと思いますね。だってね、そうじゃなければ国のために亡くなっていった人たちは誰のために戦ったのかが明白じゃないですもんね。まあそんなところをまちゃんが思ったり思わなかったりちょっとそこら辺はよくわかりません。ちょっと私ももっともっと勉強しなきゃいけないなと思いますけども、心中心から知識中心へということで、明治以降ですね、特に戦後の日本ではこの神学の教えが
これはなんていうんだ、まあいいや、教えがスタレか、スタレ、心が中心ではなく知識が中心の世の中になってしまいましたと。これはよく妻と喧嘩するんですよ。あなたはいつも道徳道徳心だけ、それじゃ生きていけないわ。いや、そういうことじゃなくてっていうね、生きていく術は生きていく術でね、知識としてっていう話なんですけども、まあ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 、はいはい、知識だけでは生きていきませんからね。だって人っていう字は、あの武田鉄矢さんが間違ってましたけど人が支えてるからってあれ違うんですよ。人が歩いてるっていうので人っていう形感じだそうですけどね、うん、まあどっちにしろいいんですけど、まあでも支え合うのは正しいのでね。はい、お時間がない、ということで、心を磨くのではなく勉強という手法で頭の中に知識だけを詰め込むと。で、難しい試験を突破すれば官僚にもなれるし企業の社長にもなれる。日本はそうやって現代まで、知識中心で世の中が回ってきましたと言っております。もちろんいわゆるエリートコースを歩んできた方々の中にもきちんと心を磨いてきた人もいるだろうと。しかし最近の政治家や官僚、経営者、マスコミ人たちを見ていると心は磨かず受験勉強だけをしてきたか、してきたような人ばかりのような気がして、ようなようなが多いな気がして仕方がないなと思っているそうですね。私もそう思います。教養人がないですね。教養って知識とその道徳心っていうので教養だと私は思いますけどね、政治資金を公私混同し問題となったマスさんが東京都知事の時は問題が発覚した後の記者会見で、弁解ばかりしていたが、私は師匠はあの会見の様子をテレビで見るたびに、この人はこんな言い訳ばかりして恥ずかしくないのかと憤懣やる方ない思いになったとのことでしたで、そのね、前途知事はね、景気群問題を検証して、もらうために第三者委員会を設けたけども、その委員会にしても蓋を開けてみれば、その知事のね、息のかかった弁護士などばかりで、私はすっかり呆れてしまったそうです。で、朝日新聞も同様に、従軍慰安婦報道がね問題となった時も、従軍慰安婦、これ造語ですからね、あの朝日新聞が作った造語です。これは辞典にも載ってるはずです。はい、こんなのなかったからね、第三者委員会に調査してもらうと言い出したが、前知事にしろ朝日新聞にしろ恥というものがないからそんなことを言えるのだろうと。まあ、これここで心のことを言ってるんでしょうね。世の中を見渡すと彼らのように頭は良いのだろうが、心は全く磨いてこなかった、頭でっかちな人間がとても多いことに気づき愕然とするそうです。頭でっかちな彼らに共通しているのは恥ずかしいという概念がないことであると思っていまして、日本における道徳観の根底にあるのがこの恥の概念で、ありまして、かつての武士たちは羞恥心を大切にし、武士道にあっては恥ずかしいことをしてしないということに己の命以上の重きを置くようになっていたと。
勉強する学問を身につける、そういったことはもちろん大切ではあるけれども、それ以上に心を磨くことの大切さを今の人たちには知って、いただきたいということを昭和は言ってますね。うん、では結局あれですよね、羞恥心っていうバンドっていうかグループやったら売れましたもんね。やはり日本人の心の中にはあるんでしょうね。はい、ということで、お時間になりましたので、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー、バイバー、またねー。